こんにちは、ルセのトモコです。今日は神様がどのように私を救ってくれて私を変えてくださったかを皆さんに明かししたいと思います。私は横浜で生まれて大阪で育ちました。私の両親は私が小さい頃に離婚しました。原因は私の父が不倫をして私たち家族を見捨てたのです。そのせいか私は小さい時から人から認められたい、受け入れられたい、愛されたいという思いが人一倍強かったのかもしれません。そして、母に頼んで父に会いたいと言って会わせてもらったんですが、2回目に父と会った時に、父から最後の言葉でしたけども、もうこれから二度と会うことはないと言われたんです。その時に本当にもう見捨てられたという思いがしました。それから頑張ってこのお母さんのために生きよう、お母さんを幸せにするためにと思って一生懸命生きてきて、そして年頃になった時は周りの人のために、周りの人に好かれるためにと思って一生懸命自分を良くしよう、かっこよくしようとか言って頑張って遊びました。そして私は夜の世界にのめり込んでいったんです。夜中から一人ででも出かけて行って、クラブに行っては人と出会って遊んで、タバコもお酒もそしてドラッグもいろんなことをしました。ただ自分のその思っている不安とか孤独感とかそういうものを消すためにただただ楽しもうと思ったんですけど、でもそのために自分自身も傷つけましたし、またいろんな人も傷つけました。そうしているうちになんか自分が一体どんな人間なのか、自分がもともとはどういう性格だったのかっていうのも分からなくなって自分を見失いました。そしていろんな人間関係もいろんなことも、ぐちゃぐちゃになってしまって嫌になってしまった時に、その時に何かに押し出されるようにして私はニュージーランドに行ったんです。そしてそこである人と出会って、その人から初めて神様の福音を聞きました。イエス様の十字架のことを聞きました。そしてイエス様という人が私のために罪人のために死んでくださって、私の罪を許してくださったっていうそのことを聞いて神様を受け入れてクリスチャンになりました。それからその神様の愛を知ってから私は頑張らなくていいんだって思いました。そのままで愛してくれてる神様がいる、決して私を見放さない、私を捨てない神様がいるっていうことを知って、私はすごいこう安心感というか、今までずっとずっと求めてきたものをはみ出したと思ったんです。そしてそれからは、そのままで私のために死んでくださったイエス様のために生きていこうと思うようになりました。神様が喜ばれるように生きていこうと思うようになりました。そうすることによってその気持ちが変わって、すると、10年以上私はタバコを吸っていたんですけども、それもお祈りをして、やめることができたんです。そして毎日毎日も寝る瞬間まで飲んでいたお酒も少しずつ飲まなくても大丈夫なようになってきました。飲まなくても楽しくなったんです。夜出かけなくても喜んでいることができるようになりました。そして男の人を追い求めて傷つくことも全くなくなりました。もうイエス様が言ってくれたらそれでいいって、そうやって私自身が絶対自分を変えることができなかった自分を、神様が、神様の愛が私を変えてくださっているんだっていうことを自分が実感して、本当に私自身がびっくりして感謝です。